ストラドルキャリアストラドルキャリアはコンテナターミナルをはじめとする港湾や貨物の積み替え拠点において輸送コンテナを移動させたり積み上げたりするために用いられる特殊自動車である貨物の積み替え場所のみで使われることを想定した特殊車両であり一般道路でコンテナを輸送するためには通常のトラックやトレーラーによる正面から見ると大きな門型になっている ストラドルキャリアは大きな門形の構造を備えており、この内側に上下するスプレッタというコンテナを掴んで持ち上げる装置を備えている。スプレッタでコンテナを持ち上げると、門形構造の内側にコンテナを抱え込んだような状態になり、下部に備えたゴムタイヤにより自走して移動できるようになっている。門形の構造により、すでにコンテナを積み上げてある場所にまたがるように入り込み、 その上にコンテナを積み上げることができる。移動速度は時速 30km 程度の低速である。門系構造の高さが高いほどコンテナを積み上げられる高さが大きくなる。ストラドルキャリアは機動性が高くコンテナを高く積み重ねて保管できるので保管スペースを有効活用できるといった長所がある。一方で機械自体が高価で 修理に手間がかかるといった端緒がある。ありがとうございます。